縦パス1本ルキアン、前川も出てくるが、おっと、おっと、ぶつかりましたが選手がいなかったですね。大久保から秋元に出た、前川のヘッドのクリア。川原、前富樫、中央西川、ヘディングで前川クリア。長くボールを持ちたかったんですが、山田風紀浮き球を使ってパトリック走らせます。いや、前川ヘッドでクリア。こちらもどうスイッチを入れるか、裏を狙っていって前川がヘディングでクリアをしていきます。カプリーニ浮き球、背後へヒアンが来る、キーパー出た、キーパー前川です。高橋を拾って、あー、ゴール、ゴール開いてる、ミートできませんでした。ゴールは開いていたんですが、高橋のシュートはミートせず、ディフェンスラインまで戻ってきますからね。そうですね、献身的にゴール。さあ、ジョン・マリー、ゴールキーパーの前川との接触でした。オフサイドでしたね。フラッグ上がってます。いや、福岡の狙いまさにここですもんね。そうですね、スピードを持ってますからね、はい、ジョン・マリー選手は。まさに今日もジョン・マリーターゲットというシーン。